ガリシア州内の位置、ベセレアは、スペイン、ガリシア州、ドゥーゴ県の自治体で、コマルカドスアンカーレスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は3072人。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.23%。ベセレアは、ドゥーゴ県の東南部、コマルカドスアンカーレスに属する。北はバレイラ、ナビアでスアルナと、 東はセルバンテスと、南はアスノガイス、トリアカステーラと、西はランからバラージャの各自治体と隣接している。自治体中心地区はベセレアー教区のベセレアー地区。ベセレアーはベセレアー司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は26の教区の115のに居住する。自治体市長はガリシア社会党のマヌエル・マルティネス・ヌーニエス。 自治体表議員はガリシア社会党5ガリシア国民党5ガリシア民族主義ブロック1となっている。ベセレアーは26の教区に分けられる。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。